変な音がする。トリシア、聞こえたか？あら、今日もタリアニュースね。何が書かれているのかしら。万博会開催初日、ゴールドコアが女性容疑者の映像データ破損、男性容疑者の手配書を発行。今日はいいお天気ね。あはは。まあいいや。そういえば玉門州空港に着いたらどこに手がかりを探しに行こうか。それならこの私がちゃんと計画してあるから。じゃじゃーん。玉門州銀刀与市白高校。これ旅行ガイドだろ。観光地には人がたくさんいるでしょ。人がいるってことは調査もしやすい。大地の根源の手がかりも見つかるかもしれない。それよりもこの旅行ガイドのデータ古いんじゃない？前回翡翠国に来た時、白高校は解放されてなかったけど。じゃあ他の場所ならいいでしょう。ってちょっと待った。それじゃああなた銀刀与市にも行ったのね。ねえ、どうだった？行ったよ。提灯がたくさんあって、食べ物もたくさんあって、人がたくさんいた。聞くだけ無駄だったみたいね。自分で行ってみるからいいわ。せっかく外に出られたんですもの。遊んで遊んで遊び尽くすわよ。でも翡翠国といえばさっきのニュースもう一回見せて。翡翠国が対外交流を制限、情勢の大きな変化が原因か。情勢に大きな変化？翡翠国に何かあったの？わからない。向こうに着いたら明らかになるかもね。私の旅行の…じゃなくて、大地の根源の探索計画が邪魔されなきゃいいけど。やつらめ、捕まえろ。私の観光計画が、銀刀街道が、そんなこといいから早くここから離れるぞ。足元！あ、足場が上がってる！加速レーンだ。下噛むなよ。あれには当たるなよ。
できるって自分を信じるんだ。なんとか振り切ったわ。どうした、反撃してこないのか。殿下、卑怯者、これでも食らえ。自分で食らってな。今のうち行くぞ。貴様、おい、危ないところだった。感謝を申し上げる。急げ、追いつかれるぞ。なんでこんなについてないのよ。人は卑怯なやつめ、逃がすものか。泣くのも難しそうね。ならやるしかない。どう、これで懲りたかしら。多くの異形は一般人。私たちは皆息災だ。このような状況になってもそばにいてくれて嬉しいよ。皆様、殿下をお助けいただき本当にありがとうございます。このご恩は一生忘れません。ちょっとそんな大げさよ。座右の銘の一日一善をしただけなんだから。殿下とは。殿下は殿下でございます。助けていただき感謝する。私は翡翠国の皇女リンだ。彼女は次女の皇女貴殿らの名を聞いてもいいだろうか。私はトリシア、こっちはイーサン。大地の根源を手に入れようとしたら間違って、あなたたちの都を…ちょっと何するのよイーサン。彼女は翡翠国の皇女だぞ。そして俺らはさっき彼女の都に激突したの。いや、なんでもないよ。そういえばタリアニュースに翡翠国の情勢が激変って書いてたけど、何かあった？全部あの大悪党千歳のせいですよ。先帝が崩御なされた隙を見て政変を起こし、皇位を簒奪したんです。それに白玉城からずっと私たちを殺そうと追撃を。政変？私が至らぬせいだ。先人の偉業を守ることができず、翡翠国を千歳の手に渡してしまった。先ほど貴殿らが倒した兵士はまさに千歳が送り込んだ手下だ。千歳は目的を達成するまで止まらない。すぐに次の勢力がやってこよう。今すぐにでもここから離れてくれ。こんな状況であなたたちを置いてさっさと逃げるなんて私にはできないわ。リン、君の部下はこの近くにいるか、もしくは安全な場所を知ってる？部下はいない。千歳の奇襲のような政変に多くの大臣が投降し、投降しない者は反撃する間もなく皆殺された。近くにいたはずのこの絵とも連絡が取れない。あまり期待はできないだろう。状況は厳しいけど、ここは危険すぎる。残るのはおすすめしないね。
私たちがここを脱出するお手伝いをするわ。どうかしら。大丈夫、俺とトリシアが必ず君たちを守ってみせるから。考えている暇はなさそうだ。では後のことはヒデンらにお願いする。はこいつだよ。よーく知ってる顔じゃない？うるさい！どいて！邪魔しないでちょうだい！頑張ってね。タコノリに気をつけて。奴は高い攻撃力を持っている。助かりました。いえ、これほど手伝っていただき、私の方こそ礼を言わねばならない。できるって自分を信じるんだ。しますよっと。ヒオ、まさかあなたが来るとは。昔話でもしたいところですがね。それよりどれだけ成長したのか見せてもらうよ。なんてないでしょ。辛からせてもらうわ。追いかけるか。キュウソは猫を噛む。それよりもやらねば。今さら僕の実力を疑う人はいない。殿下、救助が遅くなり申し訳ございません。この不始末、万死に値します。ドクアンさん、来てくれたのですね。将軍、頭を上げてくれ。そなたがここにいるということは、このエグンは2日前に千歳からこのエグンの移動を申し渡されましたが、我々は奴の意図を見破り全員無事でございます。
急ぎ都で殿下を探しましたが、城兵に見つかり時間がかかってしまいました。千歳の動きはあまりにも突然だった。だがこの絵軍が無事で何よりだ。白玉城にいた者はもう全員、私と工事も危うく。それよりも紹介する。私と工事を救ってくれた恩人のイーサンとトリシアだ。殿下をお救いいただき誠にありがとうございます。お二方へのご恩、この身をもってお返しさせていただけませぬか。は？遠慮します。無視してくれ。こいつはいつもふざけたことを犯すんだ。ロクアン、外の状況はどうなっている？あまり良くありません。王城周辺は完全に戦災が掌握し、他の州の動向も曖昧ではっきりしません。戦災は残虐で多くの手先を忍ばせています。恐怖から従っている者が大半でしょう。抵抗勢力もいるものの、陥落は時間の問題かと。それに何日も殿下の消息が不明でしたから、千歳が殿下の不穏な噂を流し、士気に大きな影響が出ております。そのため他の州も援軍をためらっているのです。リン、なおさら今は千歳に捕まるわけにはいかないわ。もし捕まったら。そうだよ、早いとこ都を出てこの絵軍と合流しよう。そうと決まればすぐに出発だ。これからよろしく頼むぞ。さすが私の完璧な筋肉。そんなロサちゃんにいい話を持ってきたよ。この肉体美。公女様は絶賛成長中。リオちゃんさえ歯が立たないって。へえ、それはワクワクするね。待ちきれないよ。それ以上千歳様をがっかりさせないでね。爆雷には触れないように爆発するぞ。大地の根源を探してただけなのに。
この状況じゃ後回しにするしかないんだろうけど。手がかりは落ち着いてから探せばいいさ。大地の根源とは、あのセンサイの持っているジェムのことか。センサイ？ええ、聖変の首謀者である、あのセンサイだ。あれがセンサイ。よし、センサイを倒す、ジェムを見つける。お、まずいな、前方の門が閉じられてる。どうする、迂回していくか。天才頭脳のわしはこんなこと予想済みだ。あそこに門の仕掛けがある。ここは庭みたいなものだ。一人で行ってくる。みんなはここ。おいおい、手厚い守りなことで単勝とか。技の見せどころだな。将軍様にかかれば、門の一つや二つ、へのかっぱ。おっと、早く戻るか。殿下をお待たせするわけにはいかん。何の心配もいらんぞ。ジジイめ、エーテルストーンを隠しやがったな。もう二度とこんなことは。虎の意を狩るのはおやめなさい。おお、殿下、急ぎましょう。兵を回しておりますゆえ。行こう。もしや、あなた様は。
今さら僕の実力を。もうすぐ縄文だ。これ以上何もないといいんだけどな。何か来てる。決まっていくぞ。今さら僕の実力。ね、勉強の大切さが理解できたでしょ。勉強が大切じゃないなんて言ったことねえし。とにかくセミナーに参加して勉強すればより多くの知識と技術を得ることができるの。新しいスキルは今後の冒険でも大いに役に立つわ。わかった。これからは時間を見つけてセミナーに参加して新しいスキルを勉強するよ。
でやるとはね。誰が手下よ、誰が。ああ、皆私の友人だ。まだまだ鍛え方が足りなかったみたいだね。次は負けないよ。この私。これは氷裂文様花瓶。この文様はかの有名な養子釜で作られたものだ。一気に億万長者だ。これは特別な意味のある記念品だね。どこに置くのがいいかな。ミュージアムの出番がようやく来たわね。さすが特注の飛行船。変わった部屋もあるんだね。ごちゃごちゃうるさい。それを持ってこっちに来なさい。よいしょ。あれ、なんだろう、何か変化したような気がしないでもない。よく気がついたわね。これがシロイルカの最先端テクノロジー、プロジェクションよ。収集品の特性に応じていろいろな機能を生み出すの。例えばハイテクな飛行船の模型を置いたら飛行船がさらに速くなったりとかね。すごい。え、へん、分かればいいのよ。さあ、もっと収集品を集めてミュージアムをいっぱいにするわよ。収集品をもっと集めようって言っても空から降ってくるわけじゃないんだから。だから探すんじゃない。そんな簡単に見つかるもんじゃないよ。この無敵恒星の望遠鏡で目的地を探して無敵掘削機で探査すればすぐに見つかるわよ。簡単に言うなよ。信じてないのね。なら今からあんたに見せてあげるわ。この調子なら大地の根源もすぐに手に入りそうね。コージ。何よこれ。これは一体誰の。天才様から逃れられると思ってたのかね。バカさん。トリシア、コージは大丈夫ですか。安心して、仕事が出たらすぐに治療よ。絶対大丈夫なんだから。
もなのにこんな重い攻撃。外見に騙されたのか。カリンはセンサーの懐だ。それだけの実力を持っているはず。だから油断せず全力で戦わないと。の身の安全を。少しあるけど傷口に別状はないわ。だけどあいにくの雨のせいで抵抗力も弱まっている。早急に安全な場所に移動して治療を受けた方が良さそう。近くの病院に行ってはどうだろう。敵味方の判断ができない以上慎重に行動をすべきだ。それに今別れて行動するのは得策ではない。内軍は以前、都に連絡所をいくつか持っていました。長いこと使われていませんが、何か役に立つものがないか見に行くのはどうでしょう。ダメだ。もしすでに戦災が手を回していたら、俺たちは一網打尽にされる。
君はどう思う？都を出る。この絵軍の陣営へ向かう道に保証所がある。都さえ出ればいくらでもやりようがある。約束は必ず守る。皇女、絶対に助けてやるからな。全員今すぐ出立だ。出口はもうすぐだ。コウジ、頑張って。はい、殿下。通路をうまく使うしかない。
しの実力は。ライフスタイルを自分で決められるなら幸せでいることをお勧めするよ。ケーキの甘さ。陛下、皇子が覚えた新しい誠実。不正直な人には話が通じないんだわ。一人の演奏でも寂しくないよ。陛下、皇子がこの遺言全一人の演奏でも寂しくない。警察局、わしのようなね。陛下、工事が無理にし警察。飛行船に乗って飛ぶ人間もどう。ライフスタイルを陛下、工事スカイシティに初めて到達。この遺言全代表。
が縄文よ。もうすぐ着くわ。そういえば、カリンの姿は見えない。うまく負けたのか。顔出し NG なんじゃない。違うと思うけど。カリンは戦災を信奉している。戦災の命とあらば、全てを犠牲にしてでも成し遂げようとする。我々にうまく脱出できたと思わせてから希望を打ち砕く。それが彼女のやり方だ。私の予想が間違っていなければ、すでに城門の前で我々を待っているはずだ。先にカリンを倒さなければ、この先戦災と戦うなんて到底無理だ。首を洗って待ってやれ。必要仕置きをくれてやろよ。皆の者、王と脱出まであと少しだ。脱出のため、工事のため、戦災を倒すため、目的が何であろうと我々は負けるわけにはいかない。彼女との一戦は避けられない。ここで待ち伏せをしていたのだな。でも誰が相手でも負けるわ。僕もおめおめと熱い友情ってやつ。でも天才様のためにちょっとしんどいてくれる。誰かに守られてばかりでは翡翠の工場は務まらない。みんなのため、信じてくれる人のため、そして翡翠国の明日のため、これ以上誰一人傷つけさせません。あんたのセリフくっさいのよ。
正気を保っていられないようにあれほど信奉していたセンサーの期待に応えられなかった。なんだかちょっとかわいそうに。今さら僕の実力を疑う人はいないはず。カリン様、カリン様はどこだ。王女、ここにあり。我を止めたくば、この剣が相手をする。皇女殿下。弊社、殿下の管轄だから一番安全だ。安心して休んでくれ。工事は傷の具合はどう？大したことはない。だが少し安静にする必要がある。しばらくは共に行動できないだろう。トリシア、貴殿の薬がなかったら工事は危なかったかもしれない。感謝する。いいってことよ、気にしないで。千歳の反乱軍は一体どれくらいいるんだろう。俺らは次に何をすれば。千歳は政変を起こすときに大権を手にした。城兵と精鋭部隊は奴が掌握している。近衛軍も外部での任がなければとっくに奴の指揮下に入っていたかもしれない。あの夜、先帝陛下のご恩と信頼を裏切りやがった。報告、偵察によると白玉城に大軍が集結しているとのことです。なんだって。きっと千歳の野郎が殿下の脱出を知り、主力を集めて一網打尽にするつもりだ。戦争でも始まるの。私まだ心の準備が。慌てるな。近衛軍は精鋭中の精鋭だ。こたびの戦、私自ら兵を率いて戦う。皇女が自ら兵を率いるって危険だよ。戦争か。じいちゃんが言ってた。戦場は巨大な肉引き機だって。肉引き機？そんなの危険すぎるわ。リン、他に方法はないの？ありがとう、イーサン、トリシア。だが、あの光景を忘れたわけではあるまい。残虐で非道な反乱軍が、我が国の民を虐げている。翡翠国の皇女である私が、どうして己のことだけを案じ、逃げ出すことができよう。私こそが、立たねばならないのだ。殿下のおっしゃる通り。先生は殿下の不穏な噂を流し、人心を乱している。多くの一族が先生に騙されているのだ。こたびの戦、陛下自ら兵を率い先生の主力と戦うことで士気高揚が図れるだけでなく、噂をかき消すこともできる。まさに一石二鳥というわけだ。俺たちにできることは。私は凛を守るわ。イーさんが言ったように、戦場は危険な場所だ。私とロクアン将軍に任せてくれ。それよりも、もっと重要な任務をキレイナに頼みたい。あれだけの大軍だ。
兵糧だけでもかなりの数が必要となる。主力を集結させているということは、どこかに大量の兵糧を用意しているはず。それを叩くことさえできれば、一気に戦況を変えることができる。おそらく、守りやすく攻めにくい、後方に物資があるはず。あ、わかったわ。飛行船からダイブね。殿下、見事な策にございます。よく勉強されている。おっと、殿下の戦術の師はこの六庵でしたな。それと、もう一つ頼みたいことがあるのだ。戦災に対抗するには援軍が必要だ。だが目下、都は封鎖され、外界との連絡が取れない。トリシア、貴殿の飛行船の力をお借りしたい。各地の志士と連絡を取り、共に戦災と戦う勇士を集めてほしい。任せてよ。白イルカにつけた広報室を使う日が来たってわけね。なら、明日一番に出発しよう。リン、私たちの吉報を待っててね。これは以前新聞を持ってきたフクロウ。君、まさか。その通り。対外連絡はこの子たちに任せればよし。場所と相手の特徴を書いて、手紙をあの子たちの袋に入れておけば届けてくれるのよ。通信には一定時間を要するから、辛抱強く返事を待ちましょう。あなたたちが出したのですか？私はティラ、パティシエなのです。お会いできて光栄です。我が冒険団へようこそ。一緒に頑張ろう。フクロウたちが戻ってきたわ。次の通信を忘れないでね。早く宅配便を止めて材料を受け取るのよ。